とするなら単学リクルート。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はインドの床屋みたいな。めちゃくちゃじゃないですか。じゃあかぶりましょう。この設定っていうのは想像もしてなかったので驚かされたんですけれども、どういう意図なんだろうなっていうことですよね。すごい撮影だ。なかなかない。よーい、はい。今回本当に座ってるだけで髪洗われてドライヤーで乾かされてっていう、ずっとこう座ってる撮影だったので、はい、なかなか戸惑いながら、これは僕じゃなくて大丈夫かなって思う時もあるんですけど、ここは責任を持って全部やらせていただきます。はい、本当に全部自分がやってるんだっていうのも、はい、CM を見てくださった方たちに伝えたいなと思いますけど、今一つ引っかかってるのが、はい、ヒゲは僕何だったんだろうと思って。おかしいでしょこれ。バイトするならタウンワーク、バイトするならタウンワーク、みんな笑ってってヒゲ剃ってたよね。ヒゲが生えちゃってるじゃん。バイトするならタウンワーク。だんだん鏡見たらこのヒゲも悪くないなって自分で思ったりして、多くの人に笑っていただけるタウンワーク撮影になったんじゃないですか今回は。撮影の以上です。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。今回も楽しく素敵な、作品が作れたと思います。みんなで力を合わせて頑張りました。これからも応援よろしくお願いします。